はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。本日も、国際 NGO 課長の方に国際キャリア支援協会副論事典委員会理事の加藤先生に現代医学の、まあ、成り立ちということをちょっと雑談ということでお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、現代医学ってどうやって訳すのって言うんだろう。西洋医学って訳せねえか、はい、でも西洋医学って6種類ぐらいあるやん。アロパシー、はい、ナチュロパシーじゃないやん、はい、だから西洋医学って言ったら全部入らなかったけどね、で西洋医学だから現代医学って言っても近代医学って結局まあアロパシーって言ってるんだけど、つまり近代医学って言ってるけど結局のところは西洋医学のことであるよ。でも西洋医学っていろいろあるのに、はい、誰かそれだけは西洋医学って言ってるんだけど、現代医学西洋医学って意味が分かったり分からない話も。そのアロパシーだけではないんやけど、アロパシーっていう、まあ、あのギリシャ語が取ってきてるわけです、はい、850年代にギリシャ語のパトス、はい、前のパトスっていう愛観っていう意味と、はい、その反対っていう意味の、はい、アウスかな、はい、それとくっついてアロパシーになって、はい、で変をホメオパシーもね、はい、その頃できて、まあ、そのなんていうか向こうのギリシャ語のなんとかいうホメオスじゃないなんか忘れてるかな、その言葉ですけど、はい、それを作って、そのホメオパシーにしても、まあ、ある意味なんていうんですか、魔法っぽいんですよ、はい、そもそもやり始めた人が。だからそのアロパシーもやり始めてるのも怪しいと怪しいもんね。もともと西洋医学と言ってるけど、実際なんていうか、ルネサンス、1500年から800年ぐらいの理髪師に、理髪師、理髪師、散髪屋さんですか、散髪屋さんが、そういう手術っぽいのをやったっていうところがスタートして、はい、その後にやっぱり解剖みたいなのが出てきて、はい、どうなってんねんっていうところになって、はい、その後やっぱ血液循環してるっていうのが出てきて、はい、でそういう手術系統っていうのはそこからずっと来てる。それとなんかこれ飲ましたら治すやろうっていうので薬物療法、はい、てか原因療法と言われてる、薬物で与えたら治るやんみたいな系統と、あれ逆所療法で、はい、薬の症状を与えたらいいやんって言ってアロパシーが出てくる。でこういうのは全部合体して、はい、まあ、どっちも金儲かりそうだっていうので、まあ、ロックフェラーさんが出てきちゃって、ね、石油でもろもろした仕組みをね、このまま医学にぶち込んだと、はい、いうのがスタートですわね、はい、だからそのまあご存知のようにですね、ジョージ・ワシントンさんが、はい、その時そのまあ独立戦1800年代の時に、はい、ハーバードとイェール大学の、はい、まあ、アロパシー診で血液の3分の1掘り出されて、はい、亜鉛化水銀を与えられて水ぶくれの体になって死んだというある意味殺人ちゃうかいな感じやけど、これが医学だったのスタートな、アロパシー学のスタートっていうのはそこからスタートしてますからね。これは失敗してたわけですね、結局は。俺はちゃんとしたら失敗じゃなかったでしょ。失敗じゃなかったんですか成功したら。血液を3分の1出したら治るっていうのがあったでしょ。まあ、ある意味、アロパシーのスタートはこんなんですよ。最近ぐらいですね、これは。そうそう。だから、もともとコールタールは皮膚薬、皮膚病に効くっていうので、まあ、ロックフェラーさん一緒に売ってたわけですよ。はい、でこれで縫い付けて治ってたのが、ね、がんになったっていうのがあんねんけど、それもどうなってるのか、そういう対症療法というか薬症療法、まあ、石油はお薬にしようという、まあ、考えた方がスタートにあるからね、悪いもあるけども、お金っていうのは絡んでますけど、その時金融もその辺ができてるし、うん、中央銀行できてるのもその辺ですよ。お金はね、借金になるたずな仕組みにしてて、
で、まあ、その、まあ、その今の医学に貢献したのジョン・ディート・フェラーさんの石油で儲けて、そのたまたま隣に住んでたユダヤ系の人がね、ブレックスナーっていうの夫婦の子供が今の医学に貢献してフレックスナーデポ、ブレックスナーデポートっていうのを出して他の医学を全部駆逐した1939年で全滅したね。他の医学っていうのは具体的に例えば、だからまあ言うたら西の医学もあるし、オステパシーもあったんですけど、アロパシーもアロパシー以外のそのいろんな医学、要するに儲からない医学を駆逐したと、まあ、インチキやと、どっちがインチキやか分からんけど追い出したと、それはもうあのなんていうか政治力と金の金を握ってますから、まあ、それでその医学で行くっていう形になったんですよ、まあ、それと戦争が絡んでるし、まあ、いろんなものが出てきたので、まあ、それで行こうかということになって、まあ、ワクチンだのやれなんだかの一応ね抗生物質もちょうどそのまま出てきたわけで、それによっちゃ、ね、結構治るだから第一次世界大戦、で効果を発揮したわけですよ。でこの医学がもう言うたらあれでもないし、100年150年しか歴史ないわけですよ、今で医学ってそもそもね150年間でこんだけ進歩して今現在いたらね、アロパシーがレーザーからね、気管の人工関節バリアグラから心臓移植から化学療法から手術のワクチンだね、体の大手術だね、ワールドの大の前にも提供してくれましたので、まあ いろんなものが発展したということなんですけども、スタートはそういうところで、まあある意味金儲けたんですよ。だから医学で治るとか治らへんとか以前に金儲け勝負っていうところからスタートしてるというところが金融と全く金融商品なんですよ、まあ言うたら。それをね、やってるスタートでやった医学なんでやってるんで、一番最初の医学のこう勉強したと思うんですけど、薬っていうのは毒と、ね、薬と両方あるやろっていうところが、副作用もありますよ、そのどっちかの薬もあるけど毒もあるけどっていうのを伸ばしていたって、分かってやってるのか分かってないか知らんけど、それをギリシャの2000年以上前のやつをもう一回持ち出してきて、だからどうしても魔法だのわけのわからないようなものを使うし、で石油の材料使うし、で石油結局ロクエラさんが伸びたっていうのもそれですね、石油会社いっぱいあったけど全部まあ、かっこいいとおり、まあ、いや全部買収してしまったわけです、まあ、一つだけになったら全部自分が独占するからね、まあ、世界の石油に手出すやん、ほんで、ね、だっていうところの中東とかアブラムさん結局そうやんか、それでその取り合いになって戦争もあって、まあ、金も回るちみたいな話だったから、まあまあこの200年で、まあ、よくだという、まあ、ある意味ええもんだというようにしてるから、まあ、我々はそれ生活してませんから、まあ、まあ飲んだり食ったり、まあ、いろんなことしても、まあね、宣伝もそうやしいろんなもの全てそんなとこ出てきてるんで、一概に今の医学が悪いとは言えませんけど、ただ出発点は不純な動機でさそうですねその知ってか知らずやってても、ただから歴史的に言うたらほんま200年もあらへんの歴史でね、いろんな実験しまったわけですよ、人体実験も、その結果が今にあるんですけどね、その犠牲者もそう通ったじゃん、まあ、戦争も一つある意味実験みたいなものですから、ね、だってこと、だから今の金融問題って結構残念に日本でも言われてませんから、でも結局その裏にはもういろんなものを実験しとるわけやん、金というものにまつわる全てが、まあ、医療もせやし、その生活にしてもさ、でその結局遺伝子組み換えやったらええやんとかいうのも結局ある意味よく買ってくんちゃう政治も今の国としての統治法も全てよく買ってきたシステムやんか、大事国なんてなかったからそもそもそのシステムを考えて税金取っていたシステム全部ここ200年でしょ、200年なんてやんちゃう
50カ国の3カ国ですよね、私の国っていうカテゴリーで。そうで、それをまあ近代的になったとは言ってるけどね、そもそもいらんかったちゃうわ今あんだけ役所いりますみたいな話です。まあ、ヨーロッパがほぼ利権争い、国が分からないみたいなもんでしょいやだから結局ね、ここ200年ぐらいでもいろんなもの出てきたってことですよね、みたいな感じで。